皆さんこんにちは。現役時代は読売ジャイアンツの選手として活躍した王貞治さん。今回はそんな王貞治さんに関する病歴や結婚歴から長嶋茂雄さんとの不仲説についての話をご紹介しましょう。王貞治さんは1995年シーズンより当時のダイエーホークス代表取締役だった根本睦夫さんに誘われる形でダイエーホークスの監督を務めました。ダイエーがソフトバンクに変わった後の2008年シーズンをもって監督を勇退していますが、以降もホークス球団の要職に就き続けています。2021年10月29日王貞治さんは球団特別アドバイザーを務めることを発表。かねてより時折現場にも出ていた王貞治さんですが、同職について以降はより積極的に監督やコーチ、選手たちと関わるように、シーズン中も球場に姿を現し、試合前に練習している選手たちに指導を行う様子などが見られました。野球人であれば誰もがリスペクトする世界の王、王貞治さんを慕うのは当然ホークスの選手に限りません。2022年の福岡での試合前にはビジターチームである西武ライオンズの山川穂高選手と打撃論を交わす姿が見られ、別の球団の選手であっても目をかけているようですよ。毎年宮崎で春季キャンプを行うホークス、2023年2月1日に王貞治さんもキャンプ地に姿を現しており、ホークスのキャンプを視察しています。若手打者たち相手に3時間立ちっぱなしで熱血指導を行ったというニュースも、2022年には若手選手から個別で指導を請われたという報道もあり、選手たちとも良好な関係を築いているようです。また王貞治さんには日本プロ野球名球会顧問という一面もあります。2000本安打や200勝など球史に残る偉業を達成した選手たちが集う名球会、通算本塁打数を含め多数の NPB 記録を持つ王貞治さんはまさに名球会の顧問にふさわしいですね。現在もアクティブに指導などを行う王貞治さん、2018年に行われたジャイアンツ VS ホークス OB 戦というイベントでは一本足打法でのスイングを披露し、当時77歳とは思えない圧巻のスイングに多くのファンが沸きました。ただ2024年11月には DeNA に敗れ、4年ぶりの日本一を逃したソフトバンク、チームは宿舎に戻り、王貞治さんと小久保裕紀監督がそれぞれ選手へ言葉を述べています。小久保監督は、良いところは引き継ぎながら、改善するところは改善する、来シーズン当たり前のことを当たり前にできるチーム作りを目指していく、オフに入る選手はゆっくり休んでもらって、来年への課題がある選手は課題向けて取り組んで、また新たなスタートを切りましょう、最高の形で終わることができなかったが、日本シリーズの負けの責任は私にあります、選手たちは最後まで精一杯やってくれたと思っていると語っています。王貞治さんは、絶対勝つつもりで臨んだシリーズだったが、こういう結果になって大変残念だった、しかし1年間の戦いを否定されるわけではなく、素晴らしい戦いをしてきたと思う、シリーズは勝てなかったが変に責任を感じずに胸を張って来シーズンに向かって頑張ってほしいと選手をねぎらいました。また技術的なレベルアップと取り組む姿勢、そして思い切った決断というのが大事になってくる、オフシーズンはこれらの様々な要素がある中で1年を振り返って来シーズンに向かってじっくり考えてほしい、自分で方法を見つけて絶対にこの世界で生き残るという強い思いを持って頑張っていこうとプロとしての心構えを熱く語っていました。精力的に活動し、かなり元気そうな王貞治さんですが、一方で過去に大きな病気を経験しています。現役時代はプロ1年目に94試合、2年目から引退年までは毎年120試合以上に出場する鉄人っぷりで、大きな怪我も病気もなかった王貞治さん、しかし近年はやはり加齢の影響もあってか病に苦しむことも増えているのです。監督退任前の2006年7月、胃に腫瘍ができていることからチームを離れて休養に入るということがありました。年2回胃カメラの定期検査を受けていた王貞治さん、そのおかげで胃の上部に生じたがんを発見することができたのですね。術前診断では粘膜下層までの浸潤、一群リンパ節転移というもの、がん公表から約2週間後に胃の全摘手術を行い、
公表の約1ヶ月後に退院しました。2006年のシーズン最終戦セレモニーで久しぶりに公式に姿を現した王貞治さん、手術の影響もありとても痩せてしまっていましたが、翌2007年の春季キャンプから監督業に復帰しており、再びファンの皆さんに元気な姿を見せていました。胃がんから現在で15年以上経っていますが、再発などのニュースは一度も確認されていません。2014年12月7日には都内のホテルで行われた巨人の OB 総会にて、ソフトバンクの球団会長も務めていた王貞治さんの退任が決定し、そのまま退任しているのですが、放送関係者は王さんは2ヶ月前から後輩の巨人 OB に体調が良くないので OB 会長は辞めたいと相談をしていた。当初はその OB らが慰留したものの、更新云々が理由ならともかく体調の問題を持ち出されたらねと諦めざるを得なくなったようですと別の理由があったことを明かしています。また同じ理由で名球会の理事長職も退任。こちらの後任は WBC 監督を務めた広島 OB の山本浩二さんに決まりました。7月には名球会のイベントを体調不良で欠席した王貞治さん、名球会が設立35周年記念で出した究極という本の発表会見に出席する予定でしたが、風邪をひいて急遽欠席。実はその1週間前から体調が悪かったそうです。ギリ硬い性格だけに何とか体調を戻して出席しようとギリギリまで粘ったそうですがと関係者は明かしていました。翌年の2009年には腸閉塞、胆嚢摘出手術を行っています。胃がん発覚から3年後ということもあり、転移を心配する声も多くありましたが、球団はこの時点でがんの転移などは見られていないこと、手術ががんとは無関係だということを強調していました。2009年9月11日頃に腹部の痛みを覚えたという王貞治さん、手術を行ったのはその10日後の9月21日であり、術後の経過も良好だったようです。2018年の夏には肺炎の症状で約1週間入院していたことが報道されています。とはいえこの時の肺炎は軽い症状のものだったそうで、入院も大事をとってというもの、入院の事実を特に公にすることはなく極秘入院と報道されました。体調管理や健康診断にとても気を使っているという王貞治さん、普段からの心がけのおかげで病気の早期発見を実現できているのですね。2022年11月12日にはコロナウイルスの陽性判定を受けたことが発表されました。ホークスの秋季キャンプに同行していた王貞治さんですが、発熱の後に PCR 検査で陽性が発覚、喉の違和感などの症状も出ていたようです。当初はチームの宿舎で療養、その後大事をとって入院しました。高齢でのコロナウイルス感染ということもあり心配されましたが、その後無事に回復されました。後遺症などの症状もこれと言ってなかったと報道されています。そんな王貞治さんは小八重京子さんと1966年1月6日に婚約、12月1日に結婚しています。王貞治さんが26歳、京子さんが22歳の時でした。王貞治さんは入団7年目で打点王と本塁打王の2冠王プラスシーズン MVP も獲得しており、巨人 V 級が始まった最初のシーズンオフでの婚約発表だったらしく、このおめでた会見には報道陣が300人以上集まったそうです。結婚式は明治神宮で行われ、披露宴には1200人が集まったと言われています。王貞治さんと京子さんとの出会いは、王貞治さんが巨人軍に入団したプロ1年目に当時高校1年生だった京子さんがジャイアンツファンの友人と多摩川の練習場へ応援に行った時に出会ったことでした。当時お互いの印象を王貞治さんは馬があったという感じと、京子さんは第一印象が良かったと語っていました。6年の交際を終えてお二人は結婚されますが、プロポーズの言葉はドドンパはお好きですかだったそうで、ドドンパとは昭和30年代に日本で流行した音楽のジャンルでした。王貞治さんと京子さんの間には3人の娘さんがいます。長女の梨花さん、次女の梨恵さん、三女の梨沙さんです。長女と三女は一般人ということで情報はあまりありませんが、次女の梨恵さんはスポーツキャスターやタレントとして活躍されています。王梨恵さんは
2015年2月9日に3度目の結婚を発表しました。それまでに2度結婚していた大里江さん、最初の結婚は1995年で、勤務していた博報堂の医師である本田正樹さんとの結婚ですが、2年半で離婚しています。破局理由は蕎麦の食べ方、バラエティ番組に出演した際に婚約破棄理由について語りました。蕎麦はすする派の大里江さんですが、本田医師さんの蕎麦をすする音が気に入らなかったとのことです。人生を共に歩むのは無理と話した大里江さん、直接の婚約破棄の原因は蕎麦ではないにせよ、蕎麦のすする音が引き金になったことは事実のようです。2度目の結婚は2001年11月で、出演したテレビ番組のプロデューサーと再婚しました。しかし3年後にこれまた離婚。今回の結婚が3度目の正直となります。気になるお相手は一般の方とされていましたが、一部の情報によるとまたもや医師、大里江さんの3度目の結婚相手は東京を中心に複数のクリニックを展開しているセレブ歯科医で、彼女の1歳年上だとか。大里江さんの知人によるとマナーがしっかりしている男性で、うどん派だそうです。かなりの亭主関白で、家のことは何もしなかったと言われる王貞治さん、子供たちのしつけだけは王貞治さんの担当だったそうです。礼儀作法に厳しく、娘たちが言うことを聞かない、口答えをしたりすると容赦なく拳が飛び鼻血が出るまで殴ったこともあったそうです。この時の父は好きではなかったと娘たちは口を揃えて答えています。そんな結婚生活を送っていた夫婦ですが、2001年12月11日に大京子さんが死去したことで死別しています。3年前に患った胃がんの再発が原因だったそうです。そんな大貞治さんですが、長嶋茂雄さんとの不仲説がささやかれたことがあります。大貞治さんが入団した最初のキャンプは長嶋茂雄さんと宿舎で同じ部屋でした。しかし大貞治さんはたった1週間で大部屋に移されてしまったのです。それ以来大貞治さんと長嶋茂雄さんは同室になることはありませんでした。長嶋茂雄さんも望まなかったし、大貞治さんも同室は窮屈だと考えていたようです。そのため大貞治さんは長嶋茂雄さんのお世話をしたこともありませんでした。また長嶋茂雄さんに教えを請うこともなかったといいます。世間で記憶の長嶋、記録の王とよく言われていますが、それについては記憶という意味では長嶋さんは僕が入った時からず抜けていた、1年目から活躍した長嶋さんに対して僕は4年目から、そういう意味でもメディアの扱いも違いますよねと長嶋茂雄さんに特別な思いを感じている大貞治さん。そんな2人の微妙な関係や、現役時代には口も聞かなかったという噂が一人歩きして、ひょっとして2人は仲が悪いの?と憶測する人が多いようです。なお大貞治さんは長嶋茂雄さんについて、世間では ON と呼ぶけれど自分にとっては憧れと語っています。大貞治さんがプロ入りする前から長嶋茂雄さんは野球界のヒーローだったといいます。長嶋茂雄さんは立教大時代にホームランを8本打つなど、6大学野球でも注目の的でした。プロ入りしてからも1年目で本塁打王と打点王を取った長嶋茂雄さんは、選手から見ても特別な存在だったのです。自分がだんだん打てるようになって、姿が見えるようになってきた感じですねと大貞治さんは語っています。大貞治さんが力をつけたことで、遠い存在だった長嶋茂雄さんとの距離が近くなったのでしょう。大貞治さんと長嶋茂雄さんは東京オリンピックの開会式に聖火ランナーとして松井秀喜さんと共に現れました。3人のレジェンドにネットは大盛り上がりでしたが、中でも気を引いたのは松井秀喜さんが長嶋茂雄さんの体を支え、トーチキスで聖火を受け取ると、大貞治さんがトーチを掲げ手を振りながら行進する姿でした。大貞治さんはその際にも長嶋茂雄さんの方へ手を差し伸べ、気遣う様子を見せていました。このことからも大貞治さんと長嶋茂雄さんとの仲は悪いということはなさそうです。いかがだったでしょうか。今回紹介した大貞治さんに関する病歴や結婚歴から長嶋茂雄さんとの不仲説についての話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。
チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。